たくみさんをお迎えしてお送りいたします。堀池さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速試合の方に目を移しましょう。これは来た、強烈なシュートでしたが、これにうまく対応しました。コーナーキックです。ヘッドでのシュート、素晴らしいヘディングです。ゴールが生まれたのは開始3分。ゲームが早くも動き出しました。ハルホール、ランズベル、ボールを中盤で奪いました。ハルホール、ランズベリー、味方のサポートも来る。ランズベリー、そのまま返します。ボールを取りに来ました。さあ味方が上がっていきます。ケリー、これはうまいインターセプト、攻撃を断ち切りました。相手に渡ります。ボールパーソンからボールが渡されて、ゴールキックからのリスタートとなります。綺麗にボールが走っています。ディフェンスをかわした。もう前しか見えない。シュート、まだボールは生きています。ゴールキックへと変わります。ミッドフィールドでボールを取りました。いいスルーパスでしたが、惜しくも通りませんでした。中央が厚い。ボールが中盤でカットされました。パスコースにはディフェンスがいます。ホイッスルが鳴ってファール、フリーキックとなります。ゴ
せが非常に速い。フィールドの中盤でボールを奪いました。リーデン、ランズベリー、どうだ、好セーブを見せます。コーナーからゲームは再開です。ヘッドでシュート、このボールキャッチします。リード、中盤でボールをカットしました。ここでうまく対処します。決めに来た。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたが、ボールを中盤で奪いました。ボールをキープできるか。前半が終了しました。スコアは2対0、2点のリードでハーフタイムを迎えます。試合は後半に向かいます。攻撃の手には渡りません。ここで打つ。このシュートはダメです。入りません。そうですね、ボールをしっかり捉えることができませんでしたよ。ミッドフィールドでボールを取りました。いいですね、打ってきた。ちょっと焦ってしまったような動きが見られたシュートです。起点にできるか。谷、タックルでボールがこぼれました。選手の交代です。得点を取りに来たということでしょうか。ランズベリー振り抜いた。素晴らしい反応を見せました。スペースを狙ってきた。ボールが中盤でカットされました。攻撃に移りたい。
イスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。ハルフォード、守備への切り替えが早い。ここで止めます。抜けてきた。素晴らしい動き。外に出てゴールキックです。ここでカードを切ってきました。チームへの活性化となるでしょうか。フィールドの中盤でボールを奪いました。攻撃に厚みを出してきます。味方の位置を確認する。可能性のあるクロスでしたが見事にカット。ボールはどちらにこぼれるか。中盤でボールをカットしました。決まるか。このシュートでダメ押しにはなりませんでした。中盤で奪いました。よれた。キープできるか。攻撃を組み立てられません。カニ、シュート。ここはプレーオンです。ルーズボールになった。かけてきました。しっかりついてクロスをブロック。アドバンテージを取ったようですね。ファールです。流しかけましたが止まります。選手を投入してきます。動き回って流れを引き込みたいですね。網にかかる。いいタックルだ。ボールをキープしました。アブドゥン、素晴らしいタックルです。スコアは2対0。試合終了のホイッスルが吹かれました。いやー堀池さん、難しい試合になるかと思いましたがしっかりと決着がつきました。そうですね、試合運びがうまかったですよ。監督の手腕やベテランの力が大きかったですよ。残りの時間もあとわずかとなりました。今日は実況西岡、解説に堀池拓実さんをお迎えしてお送りいたしました。